こんにちは、バッカス TV です。はい、ということでですね、ちょっと皆様にご報告があります。ちょっと至極個人的なね、話になってしまうんですけども、ちょっと昨日の木曜日のところでですね、急遽身内にちょっと不幸がありまして、で、もうちょっとね、スノボの動画早くアップできる予定だったんですけども、ちょっとバタバタしてて夜になってしまいました。で、まあ、それはいいんですけども、ちょっとね、月曜日と火曜日のところでですね、ちょっと取り行われることになりまして、で、ちょっと月曜日が一日中ちょっと外出てますので、作業できませんので、ちょっと商品レビューの方はお休みさせていただこうかなと思っております。で、土日ゲーム実況やってるじゃないですか。で、月曜日はその続きをね、急遽、アップしていこうかなと思っております。で、火曜日のところなんですけども、一応予定ではですね、午前中に終わりますので、で、その場合はですね、頑張って、商品レビューして、ね、アップしようと思ってるんですけども、最悪ですね、できませんので、火曜日もですね、ゲーム実況になるかもしれないので、そうなってくるとですね、土日はね、いつも通りゲーム実況やってるんですけども、月曜日のところが、ゲーム実況になりますよね。で、最悪火曜日のところもゲーム実況になりますよっていうね、まあお話なんですけども、もう本当にね、商品レビューをね、待ってくれてる方には本当に申し訳ないんですけども、一応そういうことになりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで気を取り直して、早速商品紹介していこうかなと思います。今日ご紹介する商品は、バジル はい、ということで、バジルシードドリンクっていうことなんですけど、ちょっと、皆さんこれ、ちょっと見てもらっていいですか、これ。おぉ？うわぁ、何これ、気持ち悪い。はい、ということで、皆さんもうお分かりの通り、これは飲み物ですね。何の飲み物かと言いますと、殺人谷で有名な、マダニを漬け込んだ、ダニ汁なんです。嘘です。はい、ということで、ね、ちょっと真面目にね、やっていこうかなと思うんですけども、ほんと、これ、つぶつぶがほんと虫みてえだ。でね、これね、どこで買ったかって話なんですけども、渋谷のね、ドンキホーテで買いました。ドンキホーテでね、200円近くしたのかな、ちょっと高かったようなイメージがあります。でね、ほんとね、こう虫みたいでこんなジュースがね、うまいのかなと思ってね、買いました。でですね、このつぶつぶはですね、もちろん虫じゃありません。でね、このつぶつぶの正体は何なのかっていうのはね、このね、裏のラベルのところにね、書いてありまして、これね、バジルシード。ね、これバジルシードっていう意味です。水分を含むと寒天状に膨張して、お腹も心も大満足。で、東南アジアではヘルシースイーツとして親しまれています。プチプチ新食感と食物繊維が嬉しいヘルシードリンク。保存料、人工着色料、人工甘味料、不使用、なのに無果汁。どういうこと？どういうこと？でもなんか砂糖が入ってるみたいですね。でも、あれじゃないの？砂糖って人工甘味料じゃないの？違うか。はい、ってことですね。とりあえずね、この、全然美味しそうに見えないんですけども、ちょっと早速飲んでみたいと思いますね。おー、中はね、こんな感じになってます。中身見えてる、見えてる、見えてる。じゃあ、それでは早速、いただいてみたいと思います。匂いはね、なんかこのホワイトグレープの匂いがしますね。うまい、うまい、うまい。普通にうまい。なんかちょっとタピオカにも似てますかね。タピオカに似てる感じがします。もっとね、具体的に説明しちゃうと、なんかナメコあるじゃないですか、ナメコ。ナメコはね、ぬるっとしてますけど、なんかあれが、こう、種についてるような、ぬめりが種についてるような感覚で、なんか目をつぶって飲んだら、普通になんかタピオカの柔らかいやつを飲んでるような感覚しかないですね。なんか、こう、種のね、こう、詰まる感じとかそういうのは一切ないですね。普通に飲みやすいです。はい、ってことでこんな感じになりました。ね、さっきどんな感じかっていうのね、もうほぼほぼ説明しちゃったんでね、もう何も言うことないんですけどね。ただね、もう一つね、すごいなと思うところがあって、それね、これに限らずなんですけど、これね、無果汁なのにね、ちゃんとね、ホワイトグレープの味するんですよ。それってね、すごいことだと思うんですよ。結構オレンジジュースとかね、皆さんこうやって自販機で買ってね、パッて、たぶんね、果汁のところ見たら 10% しか入ってないんだよとかって思う人もいると思うんですけど、これって冷静に考えてもほんとすごいことで、だって果汁が 10% しか入ってないのに、100% オレンジの味がするって、これすごいですね。これに至ってはね、もう無果汁だから全く1ミリもホワイトグレープの要素入ってないんですよ。なのに、ホワイトグレープの味をね、完璧に再現していると。どういう風に作ってるかわかんないけど、とりあえず、とにかくね、人工的にね、味を作っていると。要はですね、僕はね、この動画でね、何が皆さんに言いたいかというとね、人間ってすごいよね。それだけ。バジルシードドリンクでした。バイバーイ。